こんにちは、カラスルナボジョーです、今回の動画ではリクエストがありましたスイッチの動きに関して、お伝えしていきたいと思います。体の入れ替えをしてパッと整体だとしたら逆体にパッと切り替える、シーンがあったりすると思うんですけど、そのやり方についての発信っていうのは確かに今までしてなかったので、基本的なところからちょっとお伝えしたいなと思います。で、海外選手とかで両方構えを使う人とかって結構いると思うんですけど、スイッチができてそのまま、技つなげたりとかディフェンスにしたりとかっていう風にすると、相手に合わせて間合いを変えたりとか流れを変えたりっていうメリットが得られるのかなっていう風に思います。で、僕自身も逆構えになっても何かしらのこうディフェンスをしたりとか、技を持っておくことで、今までより、ポイントの失点率を抑えられたりとか、あとはポイントに逆につなげることができたりっていうこともあったので、いくつかですね、その点をちょっと今回シェアさせていただけたらと思います。で、スイッチをするときに気をつけたいポイントっていうのは、体が浮いたりしたり、あとはこの入れ替えが明らかにゆっくりだったりすると、そこをチャンスだってことで相手がこう攻め込んできてしまう危険性があると思います。ですので、そこで攻撃を食らわないようになるべく素早く、しかも安全地帯でやるっていうのがポイントだと思います。で、実際に動くとしたら、上に飛ぶ滞空時間が長かったりすると体も浮いてることになってしまいますし、相手からしても入りやすくなるので、極力上にこう飛んで足を入れ替えるとかっていうよりは、あまり飛ばずに体の入れ替えをその場でボンと行う、これぐらいのスピード感でやった方が、リスクは、最小限に抑えられると思います。あとプラスして、ちょっとアガイェフ選手が結構両構え使うので、動画をちょっと見てみたんですけど、こちらちょっとご覧ください。はい、こんな感じでやってました。まあ、割とゆったり体入れ替えるんですけど、体の使い方として気になったのはこの前側のこの手足をどちらかというと引くような感じ、前を引くことで、体の回転エネルギーにつなげているイメージを受けました。ですので、この前側にあるところを引くことでより早くパッと入れ替えられる。後ろから前に持ってこうとすると結構大きくなっちゃったりすると思うので、どちらかというとあるものを引き込む感じでパッと入れ替える、しかも相手の届かない距離で安全地帯でやるっていうのがポイントだと思います。はい、で、あとはその場での構えの入れ替えっていうのと、もう一個は三角形の、スイッチっていうのもあると思います。これも、結構ポピュラーというか、あまり難しいステップではないんですけど、構えていたとしたらこのまま一旦斜め後ろに相手の前から切って下がって、で、この時に横にスライドしてこのまま逆側に構える、三角形で動くスイッチ、パッパッパッと、切り替える動きになります。はい、これに関しては相手がプレッシャーをかけてきたりとか攻撃をしてきた時に、この攻撃の路線から外れて仕切り直せるっていうのが、メリットとして挙げられるところかなと思います。ここから発展させて、相手が来たのを一旦こう横に切って、隙があったらそのまま入っていくみたいな、この横に動いた流れの攻撃パターンっていうのもおすすめです。あと前お伝えしたのが、横に切った時に相手が追っかけてきて、またこっちの同じ方向に戻るとそれをまた目で追っかけるっていう動きになるので、そこで蹴りを合わせるパターンっていうのもおすすめです。相手が圧をかけてきて切って切って、でまたこっちに行きながら蹴りを合わせるパターンっていうのが、突きだったり蹴りだったりっていう感じで、ディフェンスをしながら間合いを切りながら構えを入れ替えながら攻撃につなげるっていうパターンも、ご自身で何かしら作っておくと、ポイントになる場面とか、ディフェンスにつなげる場面っていうのも、増えると思います。あとは実際に相手がいてどういう距離感でやれば、安全で、抑えられるかっていうのもやってみないと分かんないところはあると思うので、対象物何かしらこう今の時期でしたら兄弟の人に立ってもらったりとか、お父さんお母さんに立ってもらったりして、対人感覚の練習もやっていくと、より、練習の質も上がっていくかなと思います。はい、今回の動画は以上にしたいと思います。もし今回の動画良かったと思っていただけたら評価ボタンをお願いします。
このチャンネルでは空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり悩みを解決するような方法をお届けしています。他にも知りたいことなどありましたらコメント欄に書き込んでください。チャンネル登録もぜひお願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。